はい、皆さんどうもこんばんは。神宮優ゲームチャンネルです。今回もホグワーツレガシーの実況をやっていきたいと思います。前回はですね、ホピーのクエストで予想外の会合っていうのをやってたら、ケンタウロスとね、初の交流を試みたんですけども、あんな浮くね、死にかけたところで、終わってしまったんですけども、まあそんなね、前回の内容が気になる方はこちらの動画を見てみてください。概要欄に URL を記載しておくのでよろしくお願いします。まあ、ケンタウロスだけの内容ではないので、他の内容も入ってるんで、ぜひともそちらもよろしくお願いします。で、今回は、この夏井直彦ことボビーオロゴン、グリフィンドールのボビーオロゴンがまたサブクエストがね、進行し始めたんで、今回、嘆きと復讐、ナティとレイブさんをアッシュワインダーズの隠れ家から救出したナティの様子を見に行こう。これも前回の動画に含まれている内容の続きになるんですけども、まあボビーオロゴンからちょっと話を聞くってところからやっていこうかな。 OK、 ボビー久しぶりだね。ずっと目つき悪かったけど、なんかイライラしてんのかな。まあいいか、話そう。久しぶり。アッシュワインダーズからよく逃げられたよね。よく逃げられたよ。私を助けて以来、君は学校中の噂の的だよ。まだナティ、俺言ってないよな。自分から言えば、多めに見てくれるかと思って、計画を母さんに伝えたんだ。あ、伝えたんだ。そうしたら、他の先生たちに話したみたいな。あ、いや、マジかよ。いや、やばいんじゃない？大丈夫か、それ。困ったことに、なんていうか、見る目が厳しくなっちゃってるみたいだし。やっぱそりゃそうでしょう。まあ心配するのは当然だよ。まあ、心配するのも無理ないよ。さすがに娘がだってさ、拉致られてるんだから。閉じ込められて命が危なかった時、母さんが正しいのかもって思ったよ。そうだろ。シンガー巡査に証拠を届けて何か変わったかな。どうだろうな。何も変わってないの。力をつけてる。マジかよ。誰かが止めないと。やばいじゃん。シンガー巡査でも私たちでもいいから。誰かがあいつみたいな怪物を止めてたら、とんでもない。父さんは今も生きてた。吐き気を催す邪悪だぞあいつ。とても天気のいい日でね。母さんは病気になった近所の人の看病に出かけてて、何の話してんの急に。どうした？サバンナにした。ボビー。二人で？お父さんも。あ、動物の時の話はなんか二人の会話で聞いたな。すごく威厳のあるキリンになれたんだ。よく首に捕まらせて背中に乗せてくれた。家に帰る途中で。モデルジラフから来たならず者の集団を驚かせちゃったんだろうね。ああ、そういうこと。そいつらの一人が顔からスカーフを外した時に私を見つけた。マジで。そいつが叫んで私にライフを。やばすぎ、やばすぎだろ。見られたくなかったんだね。そうだよね。父さんは私を守るために首を曲げた。ほうほうほう。そこに弾が当たった。マジか。父さんは倒れてすぐ人間の姿に戻ったよ。それを見て、ああ、なるほど。ならず者たちは怯えてさっさと逃げていった。魔法が怖かったんだ。ああ、そういうことか。実際の魔法使いじゃなくて一般人との争いだったんだね。どうして私を守って死んだんだよ。いや、それは違うって。ボビー、足台はナティ今も生きてたはずなんだ。父さんなしでも二人でやっていこうとしたけど、まあ、そうなんだな。だんだんどうしようもなくなって責任感じちゃってるんだ。ナティは国を離れてスコットランドに来た。なるほどね。じゃあそれはちなみにお父さんの敵を打つつもりなのか。アッシュワインダーズを倒せば敵討ちになると思うの？うん、私を駆り立ててるのは復讐じゃない。父さんはそんなの望まないの。できるボビーオロゴンだね。よかった。私は父さんと母さんに戦えない人に代わって戦うことは名誉だと言われて自分と同じ育てられた。思いをさせたくないってことなんじゃないか。その価値があると思う。正義感のあふれるボビーオロゴンだぜ。同じ考えみたいで嬉しいよ。ちょっとディスりすぎかな。ちなみにそのことはお母さんは何と思ってんだ？お母さんはどう考えてるの？うん。見たと思うけど、母さんはすごく心配してる。まあそうでしょう。素晴らしい占い師だけど、夫をさ、失った後に娘をさ、失うわけにはいかなかった。いかないからね。母さんは、父さんのことが忘れられないんだ。そりゃそうでしょう。だから正義を求める。忘れるのは難しいって、そういう噂。だからって、仲違いなわけじゃないけど。したわけじゃないんだから。じゃあちなみにそのお父さんはどう思うかな。これはもう妄想でしかないんだけど。お父さんは賛成かな。いい質問だね。なんかね、確かにちょっと刺さるような。でも心配はするだろうね。セリフだね。母さんと同じように。でも父さんは誰より私のこだわりを理解してくれるはず。そうか。父さんはどんなに冷酷な敵が相手でも
善のための戦いを避けなかった。まあそれはね、男だからね。私に君みたいな仲間がいると知ったら喜ぶと思うな。まあ顔がうり二つだからな、俺たち。バンガロールとボビーオロゴン自体似てるしな。ナティ、お気の毒に。いや、そうだな。してきたんだね。そんなこと話させて、お父さんも申し訳ねえな。でもそれだけ、うん、バンガロールのことを信用してるってことだよな。慰めてくれてありがとう。オッケー。重荷を背負ってない人はいない。父さんがよく言ってた。覚えてる。なるほど、深い言葉だね。雨は降り注ぐだよね。そうだよね。今の深いは、私たちはアッシュワインダーズと肩をつける。マジかよ、まずはやる気かよ。奴がいなくなったら次はルクッと戦う。マジでそんな行くの。私たちは前進してる。やばい、イケイケだな。マジかよ。助けてくれたこと、あ、そうだよ、ね、初めて言われたよ。本当にありがとう。すぐ言わないと良くないからな、そういうの。時間が経てば経つほどな、お礼って効果薄れるから覚えとけよ。分かったか。まったくレベリオ困ったもんだぜ。ってことで多分またこれはね、時間が経てばナティの方から袋瓶が、うおー綺麗、袋瓶が届くから、そしたらまた再開するんだろうね。てかめちゃくちゃ綺麗じゃない、クリスマスツリーだ、すげえ。今ホグワーツレガシーのこの物語上では12月なんだろうね。うわー、素敵な装飾に魔法で雪降らしてんのから、すげー。こんなこと俺もしてみてーよ。はい、ということで、じゃあまだまだ時間がさすがに余っちゃってるので、どうしようかな、一旦これやる。山の闇の中、まあセバスチャンと3枚目の絵をね探す旅、石動乱についてのクエストだね。こいつ今どこいんだろう。さて、うわ、めちゃくちゃ遠いな。こんなとこいんの。よかった。エスケープできるとこちゃんと印つけといて、事前にね。また冒険に出発するの。よーし。じゃあ一旦現地まではこのまま眠っちまいそうだな。スキップしちゃおうかな。はい、ということで場所に着いたんですけど、セバスチャンはどうやらいないようですね。あいつ夜型人間なんで。じゃあバンガちゃんの魔法で夜に進めようか。うわ、いるわ。嫌な感じの騎士だよな。いやいやいや、呼んだのお前だからな。いくら探してくれてありがとうと思うけど。じゃあ早速進めていこうか、セバスチャン。袋を受け取ったよ。ありがとう。ありがとうな、セバスチャン。来てくれたか。蘭禄の信奉者が海岸から退去してくるのを見た。僕らが見つけたような洞窟に向かう、そう言ってたよ。あ、なんで奴らに先を越されるんだ。三万円を知らないのに。確かに、なんで知ってんだろうね。わからない。また記憶を見たんだ。もしかしてさ、ランクにもまたさらにさ、上の連中がいて、それが実は石ドーラとかいうパターンはないよな。でもそのうちのいくつがランクと繋がるのかはまだわからない。それだったらちょっと怖すぎるよ。その守護者は君で遊んでるんだ。問い詰めて情報を突き出さないと。そんなことしても無駄。そうだよ。記憶に触れるには試練を終えないと。思ったほど簡単じゃないんだよ。まったく。彼らは決まった順に記憶を見せて。結構せっかちだね、セバスチャン。そんな面倒な質問をしてくるなんて。面倒くさ。君を信頼してないか、案を気にかけてないかな。そういうこと言うなよ、セバスチャン。どうしようか、もう俺一人でやるよ、そんなこと言ったら。案のことは気にかけてるけど、説明するのに疲れたよ。本当だよ。別々にやる方がいいのかも。そうだよ。そんなつもりじゃ。ただ。ちょっとは心入れ替えるよ。答えはまだ手に入れてない。答えが必要なんだ、アンのためにだね。セバスチャンに対してはこうやって言ってればね、歯向かわないってことが今理解できましたわ。早く行こう、見つかるとまずい。これどこ、どうやって行くんだ。こっちか。気を緩めるんじゃないぞ。すぐ先でランロクの手下が立ち去るのを見た。なぜなのかな。マップをちょっと見てみようか。どうやって行くんだこれ。あ、ここか。上登らなきゃいけないパターンか。お前は以前地元の村落の貴重品を守ってた。うわー、ほうき使えねえじゃん。海岸に来てからは放っておかれてる。じゃあ魔法のコンパスで後を追おうか。ああ、こっちか。うわー、こういう感じで行くのね。なるほど。道中ちょっとめんどくさいから関係ないとこはカットしちゃおうかな。上にセストラルがいる。え、セストラルいる？っていう人もいるよな。あ、本当だ。すげえ。そうとは限らないよ。これセストラル捕まえられるから。捕まえるんだ。早っ。そう。早すぎだな。黙って山登りしてても仕方がない。まあそれはそうだね。
ちょっと間カットしようとしてるから、またセリフが出るまではカットしようかな。多分こっちかな。近くに。お、なんだ。うわ、あそこだ。侵入者またいるのか。待って、何か計画を立てないと。ちょっと待って待って。突破しすぎだろ。早いよ。もう見つかったじゃん、ほら。めんどくせえなー、お前。おっと、一つ目のクルーションいただけ。強すぎ。よいしょ。いや、いや、お前何やってんの、俺ら。バカだね。ああ、遠いやつにクルーションやるとダメだって。ノリが飛んでこない。いってえよ、お前。もう早く。変身。おら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 、よいしょ。はい、さよなら。はい、よいしょ。よいしょ。まったく邪魔ばっかしやがってこいつら。自業自得だな。いや、それは間違いない。だってじゃあ、あ、何考えてるの。死んだゴブリンのことをな。殺されるところだったよ。そうだよ。でもそうならなかった。暴行突破しすぎだろお前。蘭毒の信奉者はさらに先に行ってる。まああと多いけどさ、ちょっとギクシャクしすぎだな。俺さ、セバスチャンと仲違いする羽目になったりしないか。復讐する。ゴブリンの銀で作ってやんだら、そいつは全部俺たちの。何の話してんの。剣だろうが保管所だろうが何一つ言うぞ。ゴブリンの銀ってよく結構物語で出てきたよね。自分たちのものだと思ってるな。どうやって登んだ。登れたんだ。おい、あ、登れたわ。なんでそんないきなり跳躍見せるんだよこいつ。あら、誰だ。あ、見つかって、やばい。どこいんの？どこでいる？ああ、いっそ気づかなかったよ。はい、クルーションいただきました。闇の魔術の味はどうですか？はい、よいしょ。たく、ほんと手間取らせやがって。まったく、そっか、面白メガネみたいなの手に入れたら。よし、オッケー。これなんか登るコツ分かった。ちょっとね、止まって長押しだ、罰。そうすれば簡単に登れるわ。なんか助走つけたまま登ろうとするとダメだ。うわ、またいる。死んでもらわなきゃな。おお、蘭毒様は正しい。あ、やんのか。俺は目標達成を手伝うつもりでいるんだ。そっちがやる気ならこっちも容赦しねえぞ。おい、いいのか。はいはいはい、みんな呪い飛ばして。はい、よいしょ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 。はい、一発うざい。はい、お疲れ様でした。まだいたわ。コンフリーのバッカ使うとね、こうなるんだけど。あ、ここなんか飛べるね。セバスチャン、待って。待ってよ。そうだよ、戦闘しすぎだって。ちょっとどうして突然慎重になるんだ。いや、今までがちょっとね、やりすぎだよ。これまで気づいてきた成果が無駄になりかねないよ。そうだ、落ち着けよ。お前メンヘラなんだから。ああ、ゴブリンのお友達か。やめて、いい加減にしなよ。そうだよ、蘭毒とは違うゴブリンもいる。私は敵じゃない。結構やばいんじゃない？そろそろ。目的は同じだと思ってたよ。そう。ねえ、聞いて。ロドゴクは私たちよりも蘭毒をよく知ってる。そうだよ。蘭毒はなぜか守護者のことを知って、関連する場所を調べてるって言ってた。いつも先手を取られてるように思えるのはそのせいだよ。ちゃんと分かってるから信じて。じゃないと、力を合わせてやっていくなんて無理だから。そうだよ。分かった。わかったよ。やっと分かってくれたの？自分の感情に負けてしまうんだ。ああ、でも偉い。ちゃんと悪いと認められるならセバスチャンまだ助けられる。一人じゃアンは助けられないし、ね。そうだよ。よかった。よかったわ、マジで。蘭毒は私たちが思う以上のことを知ってる。闇雲に突っ走らないで、慎重に行こう。慎重に行こう。今は大変だけど。こっから俺の信用を取り戻してくれよ、セバスチャン。助けるなら力を合わせなきゃ。たくもう手間のかかるお坊ちゃんだぜ、本当によ。あ、一回ここで。お、塔の洞窟、ここか。ここにもエスケープできるようになったね。こっちはなんかあるのかな、向こう。あ、なんかいっぱいいるな。あ、やばい、やばそう。一旦やばそうなんで、目的地の方に行きましょう。こっちかな。ここが、あー、ここはダンジョン系になってるみたいだね。塔の洞窟に入る。さて、どんな謎が待ってるかしらね。よし、ルーンを探す。あ、ムーン、ん、ルーンを探す、ね、どういうこと。いいね。ルーンって何だったっけ。何の雲か。
うわ、この場所にぴったりだ。あららら、お引き裂けないでくれされるからびっくりした、もう急にって出てくるからさ、怖えよマジで、本当に。なんなんマジでビビったわ。てか何、こんな雲にも勝てなかったの？乱六の従者たちは弱くねえか、さすがに。これは弱い。あ、わー、出てきた、もう引き方やめてください。あっ、やっぱり出ちゃったよ。あー、こいこいこい、あい、雲処理雲処理雲処理、あいあいあい、よいしょ。あ、すごいもう出てきた。ちょっと待って、虫ずら走る、もっとあー怖い怖い怖い。じゃあ独創思想も置いて、いやもう怖すぎ。あーキモい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 、あーキモいキモい、あーキモいキモいキモい、あーキモいキモいキモい、あーキモい、あーマジでキモかったな本当に。いやー焦ったね、まあ俺も久々に今焦ったよ。どっちから行ってもいけんのかな。あ、違うな、ここ宝箱だけか。あ、違うな、どうここにかにあるのか。宝箱マークがあるんだけどな、どこだろう。あ、あれか、この上かな。あー、コンクリンゴで焼けば多分通れるやつだこれ。あー、早く通して早く。ちょっと、ま、もう一個あるんだけどありすぎだろ。ちょっとつけた、落ちてたかも。コレクションがゲットしたぜ。3回はつく必要があるよ。3回もつつくな、卵のこと、そういうことかな。一旦こっち降りて、多分行くのはこっち側が正しい道なんだろうな。よいしょ。もう突然みんな雲出てくるかわからないから、まず悲鳴出しても。ディナーにするならゴブリンよりいいだろうな。秘密、ごめんね、ちょっとビビりすぎてやばいんだけど。あー、また来た。悲鳴を上げてもちょっと許してくれよ。あー、怖い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 。あー、もう、あー、すげー、出てきたんじゃない。あー、待ってくれ。もう、痛めつけて殺してやろう。こんなキモいのは本当に。どんないっぱいいるんですか。俺の雲は火に弱いだろ、多分。よいしょ。まだいる、まだいる、まだいる。おい、セバッチャン、働け、マジで、本当に。むかつく小動物だな。いや、むかつくわ。さすがにね、むかつくわ。ちょっと、むかつくっていうか、もう怖いわ。虫ずが走るもん、俺、雲とかダメなんだよ、本当に。マジで無理だわ。ここに繋がる階段？なんだ、これ。何のためだろう。長くほっとかれてるみたいだ。どういうこと？これなんか、ああ、宝箱があるね。レベリオ。ああ、回復薬でしたね、ただの。じゃあ一旦上に行こうか。この先何があるんだろう。これまた蜘蛛の巣あるのか。あー、またなんか蜘蛛の巣みたいなのあるな。これはでもこれで破るんだよな。うん、そうだよね。レベリオ。他は特にないね。じゃあ先進もうか。また蜘蛛がいっぱい出てきそうで、うわー、卵ある。キモい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 。あ、焼き払った、あ、焼き払ったら出てこないんだ、初めて知った。あ、すげー、見てみろよ。うわ、僕はあんまり好みじゃないな。またなんか敵いっぱい出てこない？大丈夫？ちょっと用心しとこうか。生きてまった、俺もう、こら、よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ、もう一丁。次は白菜ですね。白菜、はいはい、白菜入ります。これ、高く、キモいよ、本当にマジで、もうね、もうやだ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 、もう、キモいキモい、やめてー。あー、もういっぱい出てきた、もう。本当にやめてくれよ、これ以上。うーん、やめない。うわー、すごい、生きたー。うわー、生きたー。ジョー、怖っ。あー、うわー、引き寄せないでいいって、マジで。おーしょー、まだいるよ。うわー、いっぱい出てきた、もう、怖くないやん、お前ら。いっぱいいる、でっかいのをこれでやっつけとこう。洞窟を通るだけじゃ簡単すぎる。ルーン文字を探したらどうかな。よかった、助かった。怖かったね、マジで。ちょっと一旦周りをちょっと探索しよう。宝箱とかないか確認しながらね。あったあった、これコレクションじゃないから。こういうルーン文字は前に見てる。ほら、よっしゃ、お、新しい肖像画だね。また必要な部屋がいろいろ模様替えできそうだぜ。で、あとはなんかあるか。これはなんだ。
あ、お金か。ほら、また多分この紋章を3つ叩けば先に進めるんじゃないかな。だからその前にちょっと周りに何かいろいろないか。ほら、俺もキモいキモいキモい。はい。おぉ。あんまり俺をね、怒らせないでくれよ、クモたち。頼むから。いや、これをあ、かかってるな、これね。よし。じゃあこれをや叩いて、これも叩いて、これも叩いて。ああ、いたいたいた、やっぱり。だと思ったぜ。この先に行けば何かあるのかな。3枚への1枚があるかもしれない。あ、ここは蜘蛛の巣ないのか。これまたなんか出てきそうな予感すんだけど大丈夫かな。あー、こわー、なんか出てきた。うわ、とろーれおー、お前それダメだ、お前。おい、おい、いや、勝って、お前ふざけんな、キモい顔しやがってよ。またセバスチャンと一緒にトロールと戦うことになるとはな。トロールだ。ああ、間違えた。とりあえずクリッシュをかけとこう。一旦ね、で、呪いを付与させて、危ない、危ない。あ、クリッシュをかかってないじゃん。うわ、クモもいんのかよ。じゃあ、もっと毒水再生を一応いっぱい置いといて。あ、もうやめて。危ない、こんなくらったよ。いった。はい、白菜も投げて、じゃあ、雷の出るにする。ちょっと待って、はい、雷落ちます。雷落ちますよ。はい、クルーシェもかけてみますよ。はい、よいしょ。あぶない、よいしょ。じゃあ、あと呪文が強くなる薬も飲んでみましょうかね。これやればもう無敵。いや、すげえ、待って、いきなりの俺の植物いなくなっちゃった。自分の手で植物いなくなっちゃったよ。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。いや、もう強くなりすぎちゃったわ。いやいや、お前何もしねえよな。友情を深めるのかね。お前あんま何もしねえぞ。ほぼ何もしないからな。なんかここにあるか。ああ、わかった、これ。レパロで直すな、多分。多分そうだよね、ほら。うわー、すごい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 。いやー、もうこの魔法あるの忘れてたわ。どうよ、この、ホグワーツ5年生とは思えない魔力量だろ。ちゃんと尊敬してくれよ。わ、また今度こっちか？なんかあるか？あ、なんかあるな。あ、違うね。お金関係か。あ、なんかメモがあるね。お、石ドーラのなんとかと書いてあったね。長年の父、長年の末に父を助けることができて本当に嬉しかった。また声が聞けてどれだけ懐かしかったか、言葉ではとても表せない。正直に言うと、守護者の反応に大きな衝撃を受けた。こうなることは分かっていたはずなのに、これだけたくさんいいことができる力を持っていながら、どうして何もしないまま黙って見ているの？あ、要するにこの人の心の痛みを取り除く魔法ってのは、古代魔術の力なのかな？自分の力でしかしていいこととダメなことをどうしてラッカム先生が決めるの？みんなの厚かましさが信じられない。私が成し遂げたことなら分からず、これまでの努力を判断するなんて。でも少し希望ある。どういうわけか、校長は私のやっていることに理解を示しているようだった。あ、それってフィッツジェラルド先生のことか。頃合いを見て校長先生のところへ行こう。力を貸してくれるかもしれない。しかも喜んで。新しい情報が手に入るまで一人で仕事を続けなければ。少なくとも今、けれど、手を貸してくれる人はきっと見つかる。私たちに与えられた資質、そして使うべき責任が理解してくれる人が。ひとまず今は学んだことを胸の奥にしまっておこう。いつか私に似た人間と共有できるはず。結構なんか自己中心的な考え方だね。日記だ。とりあえず石ドーラの日記が見つかったね。ここにいたんだ。ここにいて何をしてたんだろうね。これまたレパロで直すのかな。それともここ登れるのかな。無理だな。あー、わかった。これだ。こいつを引っ張って、ウィンガーディアムレビオーサで、ここまで持ってく。で、あとは、レビオーサで浮かす。これでしょ。これが鉄板よ。あとなんか、ここの部屋は、あるものは、ないな。落ちちゃったじゃねえかよ。ちょっと。バンガちゃんさ、杖振るったハンドで落ちるのやめてくれる？本当に。さて、セバスチャンついてきてるか？お前、いつの間に登ったんだよ。早すぎだろ。あれ、こっちもなんか行けるな。え、どっちが正しい道？ちょっと待って。どっちだこれ。
一旦こっち行ってみるか。こっちは行き止まりでしたね。特に回復薬とかがあるだけだったな。で、ことはこっちが正しき道かな。ああ、だね。体力なさすぎだろ。登った甲斐があった。オッケー。で、ここが正面の入り口っぽいね。さて何が出るか。また障壁か。あ、また障壁？僕らなら吹き飛ばせるだろう。なんかまたあるんじゃないか、なんか。宝箱があるな。うわー、弱えな。もうなんか装備も弱くなっちゃったね。で、ここがコンクリートかな。オッケーオッケー。僕と同じくらい上手いな。あ、これなんか出てくるな。これ多分なんか出てくる。火つけたら、火つけや。下手くそか、本当にマジで。いくつでつけや。27ゴールド。いらなすぎだろ。はい、でムーンストーンの回収もして先に行きましょう。あの宝箱マジでちょっと思わせぶりだろ。あ、これジャンプして飛ぶ系だな。石道路だけのものだったはずないな。3枚はここを示してた。いけないかと思ったわ。あ、48。こっちからくり使わない宝箱の方がなんかよっぽどだったな。さて、でここに来たけど、これなんかあるな。ウィゲンウェルド薬か。ここはまたなんかあれかな、からくり使うのかな。これをやって、またルーン文字。もうルーンの言語こっちか。で、これか。2つでいいのかな。いや、3つあるのか、もしかして。あ、あったあったあった、あそこにもあるんだ。あ、回ったか。あー、いたいたいた、よかった。多分ここが一番最後じゃないか。ここも石道路が作った場所なのか。ここがむしろ石道路がいたんじゃないか。あ、そういうことか、練習場なんだ。レベリオ。なるほどね。なんか上に行くような感じになってるな。こっちから回れるのかな。わ、なんかこれまた地下聖堂に続く古代魔術の通路だ。地下聖堂に行ける道だ。最後はここにありそう。そういうことだね。じゃあここの辺りを探してみよう。多分そこにあるはず。さて、これだ。あった。最後の3枚があった。やっと見つかったよ。こんな秘密を隠さなくてもよかったのに。私が見た記憶では、守護者と石道羅は古代魔術を使うことで意見が合わなかったはず。うん、そうだったね。俺もそういう風な解釈をしている。自分の話をこっそり残すのにどうしてあそこまでしたのかがわからないんだ。彼女の記憶を覗けたら な。そうだね。三枚絵を完成させればもっとわかるかも。わかるかな。ちょっと気になってきたな。だって他には何か。あ、宝箱あるね。わ、もう回復薬ありすぎだろ。だってじゃあもうここには用はなさそうだから、地下聖堂のところで戻ろうか。魔法の通路を使用してね。じゃあ地下聖堂に行きましょう。久しぶりに地下聖堂に戻ってくるな。おお、戻ってきたね。いやー、なんかセバスチャンの機嫌が治ってくれてよかったよ。いや、これでいよいよだね。もったいぶらないでいいから早く置いてくれよ。まあ分かったから待てって。ああ、完成した。だって何が起きる。石の裏が出てくんじゃない、これもしかして。肖像画として、これ違うかな。あ、なんだなんだ。こっちかよ。これが目当ての石ドーラの記憶は今回見れるのかな、もしかして。こんな予感はするよ。どうかな。あー、とりあえず古代魔術が出てきた。雫が中に入ったのかな。一旦じゃあ見てみようか。あ、セバスチャンも見るの。仲良く石、お、石ドーラだ。これはお父さんか。痛みを抜いた後のお父さんだな、多分。どういう心境だろう。兄さんは生き返らないけど、苦しみは和らげられる。あれ、なんか様子がおかしくないか。どうしたんだ。何か変だな。もしかしてまた痛みが発生するのか、これ。あ、例の守護者たちだ。座って。石道羅、私たちは君に聞きたいことが。あ、痛みを取る魔法について問い詰めるのか。いい、見せたいものがあるの。父さん、ホグワーツの同僚よ。待った。
父の痛みを取るところの記憶か。これもう一回見てるんだな。兄が亡くなってから喋らなくなったの。今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた。私たちには苦しみを取り除く力があるのよ。これやるのか、あの恐ろしいことを。まあいいことなのかまだ悪いことなのかがちょっとどっちかが判断できないけど。石堂。出てきた。これこだ、いやーなんかもう危ない、なんかさ危ない匂いしかしない。マジで。そんな瓶詰めしてちゃダメでしょ絶対。なんということを。消したわ。感情を消すことに繋がらないのかな。ありがとう。ああでも喋ったんだよね。この後の続きは知らないんだよ。上出来よ。当然こいつか。ゴブリンの銀だぞ。もっと大きいのは必要よ。わかった。何を隠すのか知っておいた方がいいんだが。わあ持ってきた。いっぱいいるやん。痛みを消す呪文の副産物ね。でも正しく使えばその力でもっと素晴らしいことができるはず。そんな魔法をなぜ隠すのだ。みんなの理解が得られるまで安全なところで保管しておくだけ。こういう力は危険視されるから。人を選ぶ力かもしれんな。意外とこのゴブリンはいいやつかもしれないな、ね、でもいつか役立つ。なんか間違えて割っちゃったりしたりしないのかな。痛みを消してた。そうだな、そのままでも知ってて。やっぱりな。あ、そういうこと。助ける方法はあったんだ。あ、セバスチャン何か変だよ。そういうことか。何がだ。古代魔術を使って。君も今のを見ただろ。記憶じゃなくて肖像画だよ。あ、そっちの話。アンの痛みを取り除くのかな。出てこられなかったからじゃないかな。え、どういうことだ。話が見えない。見たことある景色だった。フェルドクロフトにあった傷ついた絵。あ、そういうこと。じゃあ誰かが魔法のキャンバスを傷つけたんだろう。誰のために。記憶は見つかった。も俺もね、石ドーラがここに出てくるとは思ってた。彼女は見せたかったんだ。自分はこんなことができる、君にもできるって。でも、そういうことかな。彼女がどうやったのかわからない。なら覚えればいい。守護者に教わってさ。結構無理やりだな。教えてくれるかな。いや教えてくれなそうだな。痛みを消す魔法は難しいし予想がつかないものなんだって。たとえ使えても制御が可能かどうか。可能なら君は全ての試練を乗り越えたんだ。いやまだ一つ残ってるよ。まだ一つ残ってる。君なら使いこなせる力があるんだから。まあセバスチャンがそれによ頼るしかないのもわかるけどな。んー、でも石ドーラが出てこると思ったんだかな。守護者と話してくれ。僕のためじゃない。いや妹の出しに使われると弱いぞ。バンガちゃんはさすがに受け入れざる得ないんじゃないか。あーやっぱりまあそうなるよな。セバスチャンのためというわけじゃなくてな。守護者はなぜ石ドーラを黙らせたかったのかな。あ、そういうこと。このもしかして絵を傷つけたのは守護者たちなのか。あ、この魔法を世に出したくなかったのか、残したくなかったのか。え、もしかして黒幕は守護者たちなの。もうどっちがどっちかわからなくなってきちゃった。マジでわからねえ。うわー楽しい。わ、新しいクエストが出てきた。ちょっと待って見てみよう。あれ出てきてないな。変だな。あら、あ、ロドゴクから来たね。あ、マジか、見つけたのか。マジで。ロドゴクも諦めた。武力で解決しようとしてる。あーなるほど。じゃあ次は前に見つけた。危険な状態に陥ってる自覚がない。そうだね、ロドゴク乱禄に殺されんぞこのままじゃ。まあ鉱山の入り口を探すってことで、前に見つけた
ドリルを探す旅になるのかな今度は、ロドゴグの忠誠。え、なんか怪しくないこの忠誠って、誰への忠誠？ロドゴグなんかもしかしたら操られてない？ランロクに。大丈夫かな、ちょっと不安だな。まあ、大丈夫だと思うけど、まあ今回はこの辺にしとこうかな、時間もいいところなんで。なかなか今回ちょっと混乱する出来事が多かったね。石ドーラが俺悪者になるのかなってっきり思ってたけど、どうなんだろうね。石ドーラ のでも能力が危なすぎて、この守護者たちが能力を他の古代魔術が使える者たちに災いとして、なんだろう、災いとして現れないように消し去りたかったのか、その辺がちょっとわからないんだよな。まあここで悩んでも仕方ないんで、またその辺は進めていこうかな次回。はい、ということで今回はこの辺にしとこうと思います。皆さん長々とご視聴いただきありがとうございました。次回はさっき言った通り、ロドゴックのピンチを助けに行こうかと思っています。じゃあよかったら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。